イタリ聖書でのタスク祭、のぶしの場面。のぶしをされる、新したスク祭は、宝座前にひざまずき、その頭の上に主教が手を置いている。宝座の上に祈祷書を広げて主教に見せているのは、司祭。宝座向こう側に、同様の祭服を着用した司祭が二人いる。イタリ聖書での司祭、女性の場面。のぶしをされる、新司祭は、宝座前にひざまずき、 その頭の上に主教が手を置いている。新品機密とは、正教会において新品を認ずる機密のこと。主教が新品機密を執行して新たに新品に認ずることを女性という生体礼儀において行われる、正教会の聖職者、教約者のシステム、以解については、新品、教習を参照。 カトリック教会における除会の秘跡に相当する、聖教会の聖職者は、新品と呼ばれる。新品には、主教、被災、タスク祭の三色がある。新品はいずれもイース・ハリストスの代役や代理人ではなく、ハリストスの臨在を称する役割を果たすと位置づけられる。新品は、主教が新品機密を執行して認じる。執行の際には、 主教が新しく、助成される者の,の頭の上に手を置く。主教は、教会の監督役であり、そのさらに上位の協約者はおらず、新しい主教は、複数の主教によって、助成される。新品機密は、生体礼儀の中で行われる。それぞれの協約ごとに、生体礼儀の、どの部分で、新品機密を取り行うかが定められており、一日で二つ。 以上の役に乗されることは起こり得ない。新品機密の中では、主教が協約者を認じた後、教衆、信徒が三度、アクシオスと唱えて、承認を示す。新品も、参照新品機密が執行されて、主教、司祭、タスクイとされることを、女性という、この際、などと記述する。これに対し、少女とは、というように、主教品、 死災品、タスク祭品のそれぞれ三色内で称号が与えられる場合に使われる用語である。この採取教によって行われるのは新品機密ではなく少女の祝福である。タスクお及び司祭は再退を許される。ただし、新品機密を受けた後に再退することはできない。種別の場合の再婚も許されない。婚廃機密も 参照聖教徒の習慣として、被災の形状である、神父に対し、新品の妻は、各国語で母を意味する言葉で呼ばれる。日本の場合ロシア語由来の、マトシカが用いられる。マトシカは正式な教会の役職ではないが、多くの神徒コミュニティにおいて、一定の尊敬を払われている。中世以来、聖教会では、 修道士のみが主教となることができる。逆に修道士とならないものは、再退するのが一般である。再退司祭が妻と死別した後、修道士となる場合もある。行為の修道司祭の位として、手のひらインと手印がある。手のひらインは元代修道院を監督する職を意味する。ドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟に登場する。 ゾシマ長老はしばしば手のひら印の理想像であると言われる。現在の聖教会では主教に移される前に手のひら印に任せられるのが慣例である。大主教を経由しない場合も少なくない。なお、ロシア系の聖教会では不主教が大主教より上位であるが、ギリシャ系の聖教会では大主教が不主教より上位である。 要礼、東京の大主教を、全日本の不主教ダニール、日本正教会座、オーソドックスチャーチインジャパン、仙台の大主教、セラフィム、日本正教会座、オーソドックスチャーチインジャパン新品機密は、主教、被災、タスク際に助成されることであって、それぞれ三職内での少女の際には行われない。ありがとうございます。